プリシラ・ロペス・シュリエプは、カナダの陸上競技選手、北京オリンピック女子100メートルハードルドメダリスト。プリシラは、スカーバロー出身、ホイットビー在住。ガイアナとポルトガルにルーツを持つ。ネブラスカ大学リンカーン校で学び、2007年秋に、ネブラスカ大学のバスケットボール選手、ブロンセン・シュリエプと結婚した。またプリシラは、カナダのサッカー選手、同園で、 ロサリオのいとこである。プリシラは2008年8月北京オリンピック100メートル H で12秒64の記録で、ドーン・ハーパーとサリー・マクレランに次ぐ3位に入り、銅メダルを獲得。トラック競技のカナダ勢としては、アトランタオリンピックのドノバン・ベイリー以来、女子カナダ勢としては、バルセロナオリンピック以来となる、メダル獲得となった。翌2009年8月に、 ベルリンで行われた世界陸上競技選手権大会 100mH では12秒54を記録して2位に入った。また2009年カナダリクレン最優秀選手賞を受賞した。2010年、プリシラはこの年に始まった IAF ダイヤモンドリーグで各地を転戦、ローザンヌ・ロンドン・ブリュッセルの参勝を挙げて女子 100mH の種目別年間王者に輝いた。 ロンドンで記録した12秒52は女子 100mH の2010年世界最高記録となった。ありがとうございます。